はい、皆さんどうもこんにちは、提督です。というわけで、お船の実況、今回は、ティア6の日本駆逐艦、ムツキさんでやっていきたいと思います。このね、手法が2つしかなくて、対空機銃座ある感じ、ちょっと今までにない感じですけども、ぜひとも、まあ、対空の方はそんなに、積極的にやるもんでもないのかと、どうかっていうところですけど、とりあえずこの61センチ魚雷3連装2機積極的に当てていけたらなと思っています。では早速やっていきましょう。はい、というわけで今回はムツキさんでやっていきたいと思います。ムツキさんはね、船体を開発していくと砲門が2門になっちゃうんで、魚雷勝負なのでどう仕掛けていくかっていうのが悩みどころなんですけども、あれ？ちょっと待って。1とか2のラインあたり、マップで左の方行こうと思ってたんですけど、味方が来てない。どうしよう。おっと、これは。みんな、マップ右の方に行くのかな？これは、早死にの恐れあるよな、下手に行くと。ちょっと偵察しつつ様子見かな。敵を発見した。あ、でも敵も結構右側に固まってるのかな。そんな印象をちょっと受けたけど、7の G あたりがなんかすごい密集してるよ。あ、でもこっち側も旋回1と巡洋艦1向かってるのか。やっぱ島が邪魔だよな、魚雷撃つと。どうしましょうかね。直進してくるってこともないでしょうし。お、発見された。ちょっと待ってよ。何発見された？駆逐艦がいる、どっかに。いや、ちょっと待って、オマハさん近くない？とりあえずばらまいて逃げないと。スモーク先が。ちょっと待とうよ。これは無理でしょう。一部に拒否られた。いや、まあそんなもんだろうけど。とりあえず、巡洋艦2隻と駆逐艦2隻来てくれてる？うん。あれ？あれかな？あれに見つかったのかな？よし。すーか、近づかれすぎじゃないですかね。魚雷？ああ、味方ね。オッケーオッケーオッケー。危ない危ない。怖い怖い怖い。勘弁だよ、もう。ああ、なんだ、標準が完全にずれてるなと思ったら、味方の従順に、もう標準移してたのね。そういえばさっきの魚雷やっぱ全部外れか。まあそんなもんだよな。適当だったし。でもって。魚雷を気に入ってみようかな。でもあの位置、この位置はちょっと怖いな。味方の、あれだね、敵の駆逐艦どこ行ったんだろう。それかなぁ。今んとこ役立たずなんだけど。あ、これ絶対峰風に当たる。駆
こでうろうろしてるのが一番中途半端でよくないかな。見つかった時周知報告浴びるだろうし。って発見されてるやんけ。ミネカズの由来で回答を強いられるだろうから、このまま打っても意味ないかな。お、ミネカズさんがナイスだ。じゃあ、あの順に、来決められる位置まで前進していこうかね。そうしましょう。全体としては一応優勢。ちょっと遠いな。ムツキさん無理やんけ。まあ、ムツキさん同士なら打ち合っても多分問題ないでしょ。あ、いや、体力で負けてることをすっかり忘れていた。そうだ、もう、まあいいか、それで着信する気しかなかったし。敵の観測機か。本郷さんまで来てた。なんてか。ああ。あそこにソ連駆逐いたんだ。打ち合わない方がいいかな。打ち負けるだろうし。ああ。こっちも打っとけばよかったか。ムツキの魚雷は射程が長いから、これこのまま戻れないかな。味方陣地側戻りたいんだけど。オッケー。峰風さんは突っ込む気なのかな。磯風さんがソ連駆逐と格闘している。かす、あ、やられた。あのソ連駆逐は何をしてるんだろう。さっきと座礁した位置からそう対して移動してないようだけど。ソ連駆逐とは絶対打ち合っちゃいけないよな。もう2問しかないし。ミネカゼさん、大丈夫かね。ムツキとやりに行くみたいだけど、魚雷一発勝負でなら勝てるか。お、ムツキの魚雷を回避して突っ込んでいっている。さて、魚雷を当てられるのか。なんだかんだで。フリじゃねこっち。何してんだろうな、あれ、ほんと。とりあえず撃っといてみよう。座礁したままなら当たるでしょうし。ああ。向こうの順序に一束ばらまいとかよかったかな。まあいいや。欲張りすぎてもダメだろうし。とりあえず装填待ちかな。さすがに獣人も巻き添えてくらいにいってくれやしないか。もう動いてなかったみたいで。とりあえず命中。ムツキいるんだっけ、まだ。ムツキいないなら適当な距離まで金剛さん詰めて、撃って逃げようかと思ったけど、ムツキがいるとなぁ。近づけなくなるしな。あ、ちょ、まずいまずいまずい。あ、上、あ、空からか、ムツキかと思った。いや、どう
まあ、巡洋艦の砲撃が来るとまずいんですけど、って来たよー。来たよー。セーフ。とりあえず島影。オッケなんか。ああ、もう気打ちされてるやんけ。とりあえず回避体制には入れたけど、このまま並走よろしくない、よろしくない。うわぁ、危ねえ。スモーク貼っといた方がいいか。発電装置始動。あれ、手前やりすぎた。とりあえず、金剛さんに魚雷を軽くばらまいといて。ちょっと無つきやなぁ。リュージャーがあって、リュージャー大丈夫かな、当たってないだろ。いや、まあ打ち合いより逃げるのがメインだからいいっちゃいいんだけど。そっ、一種機関通。あ、一本命中。え、金剛さん狙いのはずが、巡洋艦の方に当たった。まあいいや。それはどっちでもいいや。魚雷用意。撃つだけ撃って沈むしかないけど、間に合わない。序盤にな、偵察がてら、もらいすぎたのが辛いな。はい、というわけで。リザルト画面ですね。ポイント優先で、戦闘時間終わって、ポイント優先で負けたみたい。まあ一応魚雷4発。まあ、経験値相当だと、上位に行き合ってるのがあれですが。まあ、気が考えたらこのぐらい行っちゃうのかなって感じでしたけど。というわけで、今回はムツキさんでやっていきました。ご視聴ありがとうございます。